アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年11月4日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2024X3 リーグ第4節の一戦となります。琉球ガーディアンライオンズ対三重ファイヤーバード一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちまして、そのウォームアップに努め、現在サイドラインにて最終確認を行っているという状況に至っております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず本日はホームチームという形で、手前側ホームスタンド側に陣取っており、カラーのユニフォームブルーをまとっておりますのが琉球ガーディアンライオンズです。沖縄にアメリカンフットボールの文化を作り、多くの方に知っていただくことで、アメリカンフットボールの激しさ、美しさ、楽しさ、胸躍る興奮を体験してもらうという強い思いから、2020年にメンバー5人が結束しまして作り出されましたチームです。多くのスポンサーがこれに協賛しまして、この X3 に参戦し、そのシーズン3戦目、現在全勝という形で、その期待に応えんと奮闘をしておりますチームが、現在このチームの、この琉球ガーディアンライオンズです。この試合に勝利しまして、さらにその連勝を続けんという形で、この鶴見緑地に参戦してやってまいりました。さあ、遠方沖縄から参りましたこのチーム、この試合も白星しまして、さらに優勝に向けてのその一石を投じることができるでしょうか。これに対する形で、本日それに相対しますのがバックスタンド側に陣取っております三重ファイヤーバードとなります。こちらも40年以上前に三重日大出身の方が三重に赴任した際に、フットボールが全く未開であるその三重の地にアメリカンフットボール普及立ち上げんと出来上がりましたチームです。県内のフットボールチーム総部にも貢献し、そして多くの全国の大学アメリカンフットボール経験者も招き入れて、チームを現在も存続しております。もちろん未経験者の育成、そしてそのアメリカンフットボールの楽しみを三重に普及させんと邁進しております三重ファイヤーバードは、この一戦の対戦相手という形になります。ともにアメリカンフットボール未開の地において、この競技を普及させんと意気揚々そのチームを立ち上げ、その成果をまさにこの場に示さんという形で、フィールドにここ鶴見緑地に集まりました両雄の一戦がこれから行われる形になります。さあ、その試合に先立ちまして、両チームの方々に、あらかじめインタビューをさせていただきました。今から流させていただきます。ぜひよろしければご視聴いただきたいと思います。
チーム、この試合にかける意気込みを語っていただいた力強いメッセージをありがとうございました。さあその中、その試合に先立ちました最終調整終わりまして、双方激を飛ばし、その気概を上げているといった状況になっております。そして審判団がフィールドに入りまして、まもなく試合開始の時を告げる準備に入りました。両チームサイドラインに整列しております。本日の鶴見与地、非常に好天に恵まれております。アメリカンフットボールをするにふさわしい天候といった、そのような絶好の天候となりました。ただ若干配信の方、電波状況はこのうちはなかなか思わしくなく、配信そのものは若干乱れたものになる可能性はございます。この点は何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。レフェリー中央に進み出まして、これより両チーム首脳陣招き入れます。令和6年11月4日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2024X3 リーグウエスト第4節、琉球ガーデンライオンズ対三重ファイヤーバードの試合がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定となっております。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームという形に本日はなっております、琉球ガーデンライオンズ、沖縄より参戦しておりますチームです。対しましてアウェーという形になりますのが三重ファイヤーバードです。こちらも三重から参戦しております。
早速チャット内のメッセージありがとうございます。アンマ様、琉球ガーディアンライオンズ千葉リオのメッセージありがとうございます。琉球としてはこれを勝ちましてさらに白星積み重ねたいというその思いが募りました。メッセージ非常に心にしみります。三重ファイヤーバードキックオフ、琉球ガーディアンライオンズリターンで試合が始まります。この試合は双方合意のもと1クォーター8分の正式ゲージで行われます。さあ双方劇を飛ばしフィールドに散りました。これより試合開始となります。まず試合は三重ファイヤーバードのキックオフで開始する形になります。キックオフいたしますのは先ほどインタビューにも答えました三重ファイヤーバード7番の白川が務めます。同志社大学出身のキャプテンです。対しまして琉球はリターナー2枚配置している模様です。21番、19番が配属している模様、ように見えます。19番ちょっと番号ありませんので後ほど番号を再度確認いたします。29番に訂正させていただきます。29番は中村ですね。さあスクービーキック短いキックを蹴りました。それを琉球返していきます。これは抜けている、ナイスリターン。ここで三重はリターンを避けんと短いキックを蹴りました。スクイブキックと言います。いわゆる、野球のスクイズと同じ語源となっております。このキックによってリターンを避けんというところでしたが、しかしリターナー29番見事なステップワークで左オープンを展開、一気に相手陣30ヤードに入るビッグリターンを決めました。素晴らしいリターンを披露しましたのは三重ファイヤーバード29番の中村です。城西大学出身です。さあこれによりまして琉球は相手陣からの攻撃になります。琉球ガーディアンライオンズ相手陣34ヤードからのファーストダウン、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離10ヤード。さあまず右方向へのランプレーを展開しました。まずはランニングバックにハンドオフし右オープンを突破線というところでしたが、ここに三重ファイヤーワード73番が立ちはだかりまして、このランを1ヤードのゲインでとどめております。キャリアとなりましたのは琉球ガーディアンライオンズ14番の草開、大阪工業大学出身。それを仕留めましたは三重ファイヤーバード73番の清水でした。富山大学出身です。富山大学は今季北陸リーグを初制覇いたしました。その勢いをまさに受け継がんという形でその OB もここで活躍しております。琉球ガーディアンライオンズセカンドダウン内パス不成功。今度はオフェンスが開始地点から後方より前に投げることができる前パスを展開しました。クォーターバック7番が投じたパス、ターゲットは29番でしたが、しかしこれはキャッチできずパス不成功となっています。前パスは失敗となりますとボールは元の位置に押され次の攻撃に変わります。従いまして琉球は1つ攻撃権を失って3回目の攻撃サードダウンに変わります。琉球ガーディアンライオンズサードダウン内ボールオンは相手陣32ヤード。さあこの判定どうか、パス成功、キャッチしております。パスキャッチしまして攻撃権更新です。琉球ガーディアンライオンズファースター。ここで琉球は再びパスプレーを選択しました。今度は中央に入り込んだ3番へのパスでした。
3番、これが逆コースになりまして、キャッチ難しいところ、しかし倒れ込んで見事にキャッチしまして、攻撃権更新としています。琉球ファースト。見事キャッチしましたのは3番の池口です。日本大学出身。琉球相手陣22ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に戻っております。パス不成功。今度は一気にタッチダウンを狙うパスを奥に放り込みました。ターゲットは3番。このまま一気にキャッチすればタッチダウンというところでしたが、しかしわずかにこれが確保できず、パス不成功に終わっております。ダウンは一つ変わりまして、セカンドダウンに変わります。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン10、ボールオン相手陣22ヤード今度は中央へのランプレーです。ランニングバック40番にハンドオフをしまして、密集点に突入させました。40番相手のディフェンスをすり抜けるようにゲインしまして、約8ヤード獲得しております。託されましたランニングバックは40番の比嘉でした。東京農業大学出身のルーキーです。琉球サーダウン2、さあ再び密集点いった、攻撃権更新、ファースター、この2ヤードを確実にランプレーで獲得しました。オフェンスラインともどもランニングバック40番中央なだれ込みまして、攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースター、ここは40番の比嘉が活躍しまして、攻撃更新を獲得しております。1回目に戻しまして、今度は相手陣9ヤードからの攻撃に入ります。これより琉球ファーストダウン2ゴール、エンドゾーンまで9ヤードの4回の攻防になります。パス不成功、ナイスパスディフェンス。ここでクォーターバックは左奥を走り込みました。3番にパスを投じました。キャッチできればタッチダウンというところ、しかしこれをミエファイアバード87番見事にカバーしまして、パス不成功に変えております。失礼いたしました、番号の方先ほど確認誤りましたが、ディフェンス素晴らしいカバーをしておりました。琉球ガーデンライオンズセカンドアンドゴール、残り9ヤード、タッチダウン。ここで琉球はラニーバック40番にハンドオフし、40番そこから左にバーンアウト、一気に相手ディフェンスの外をまくるように展開し、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。琉球鮮やかな攻撃でタッチダウンを上げまして、先制となる6点を獲得しております。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライ4ポイントに入ります。このキックを確実に決めまして1点追加し、琉球ガーデンライオンズ7点、三重ファイアバード0点と、まず琉球が先制タッチダウンを上げる形に成功いたしました。このチャンスをランプレーで獲得しました。ランニングバック40番ハンドオフからスピードによって左オープンに展開、そのまま一気に相手ディフェンスをまくるようにエンドゾーンを駆け込みまして、見事先制のタッチダウンを決めております。タッチダウンしましたのは40番の比嘉です。東京農業大学のルーキーがここで素晴らしいプレーを披露しました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通りです。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、そしてエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点のセーフティーの2点です。この結果アメリカンフットボールはこの2点、3点、6点、7点、8点の5通りの繰り返しによって、その積み重ねによって得点が加算されまして、勝敗をつける決着方式になっております。さあそして、先ほど得点を挙げました琉球ガーデンライオンズキックオフしまして、
三重がリターンし、三重は自陣25ヤード下の攻撃位置を確保しております。ラグビーと違いましてアメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフをし試合を再開いたします。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっております。この権利を三重は生かすことができるでしょうか。三重自陣24ヤードの位置からのファーストダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。三重はここでランプレーによってまず中央くさびを打たんという形で、ランニング枠を突入させましたが、ここに琉球73番立ちはだかりまして5ヤードロスに変えております。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。見事ロスタックル決めましたのは73番で本日登録になっておりますゲイブ・エドワーズです。ロレナ高校出身のプレイヤーです。三重ファイアバードセカンドダウン15。パス不成功。今度はクォーターバック9番中央切れ込んだワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、わずかにパスが乱れまして不成功となっております。ダウンを1つ失ってサードダウンに変わります。三重ファイアバードサードダウン15。パス不成功。パス不成功となっております。ここでしかし、ここでパスプレーによって突破を図らんというところでしたが、このパスは実らずフォースダウンに変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは事前の協議によりまして審判団、その当日の、両チームのメンバーの健康状態およびその日の天候などを鑑みまして、クォーターの半分でレフェリータイムアウト、ウォーターブレイクを入れることがございます。本日は三重の参加メンバーが、若干乏しいということによっての懸念があってでしょう。クォーターの半分でウォーターブレイクが入っている模様です。 X リーグ、特に社会、X2、X3 といった階層のところはどうしても専任という形で、行われる選手がほとんどおりません。もともと X リーグはプロのチームではないため、ほとんどが、実務業務として他の仕事をこなしながらこのアメリカンフットボールに勤しんでおります。 X になりますとその意味においてなかなか条件が見合う方がなかなか揃わないという厳しさもございます。これらを鑑みました措置ということでご理解いただければと思います。さあウォーターブレイク解けまして試合再開。三重ファイアバードフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回図る策です。プレッシャーを見ましたがパンターなんとかそのキック蹴り出すことに成功しまして、ハーフウェイ付近までそのボールを返し、この位置で攻守交代テイクオーバーしまして、琉球ガーディアンライオンズに攻撃権移ります。三重の反撃のシリーズは結果的にはフォースアンドアウト、4回で終わる形になりました。さあ今度は琉球が再び攻撃を終えました。琉球は相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。琉球さらに畳みかける形になるでしょうか。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。さあ抜けている、振り切った、ナイスゲイン、ファースト。琉球ここで外にいましたワイドレシーバー21番にパスを投じました。21番、ここでキャッチしましてからそこから相手ディフェンスを振り切って一気に独走、サイドラインがありましたが攻撃権更新になる素晴らしいプレーパフォーマンスを見せました。琉球素晴らしいパフォーマンスを見せた21番は松井です。事前登録という形でメンバーにはありませんでしたので、おそらく途中から参加したルーキーという形で、解釈させていただきます。さあ今度はランプレーです。
ランニング枠に託しまして中央突破を図らせました。ランニング枠40番密集点すり抜けるように約7ヤードのゲインとなっております。キャリアとなりましたのは先ほどタッチダウン上げました40番の比嘉です。こちらもルーキー活躍しております。 X3 リーグは他の階層と違いましてシーズン途中からでも参戦することが可能になっています。試合開始の、試合が行われるその1週間前までにチームに登録しましたらその試合に出場することが可能にもなっております。さあパスいったタッチダウン。ここで琉球一気にパスによってタッチダウン上げさらに得点を重ねる形に成功しました。中央を切れ込みましたワイドレシーバー14番にパスを通しそのまま14番エンドゾーンに飛び込みましたタッチダウン。琉球素晴らしいパスを重ねまして再びタッチダウンを上げ6点を追加する形になっております。そしてキックも決まりましてさらに1点追加なり、琉球ガーデンライオンズ14点三重ファイヤーバード0点という形でスコアはさらに広がる形になっております。琉球コーナー織り交ぜた素晴らしい攻防最後はパスによって決着させました。中央切れ込んだ14番にクォーターバック7番パスを投じ14番タックル受けながら見事にエンドゾーンに飛び込んでタッチダウンになっております。見事にキャッチタッチダウンを決めましたが14番の草開きです。大阪工業大学出身のプレイヤーです。そしてこの鮮やかな攻撃を展開しておりますがクォーターバック7番の藤原です。千葉商科大学出身のバイスキャプテンです。さあ着々と得点重ねる琉球のキックオフで試合再開となります。三重リターン入りました。リターンは7番中央突破を図りまして三重は自陣32ヤード付近からの攻撃を得ます。さあ三重としては厳しいという中から、しかし反撃となる得点を上げたいところではあります。この自陣32ヤードからの攻撃のチャンス生かすことができるでしょうか。三重ファイヤーバード自陣32ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック9番プレッシャー受けながら左に流れつつワイドレシーバー82番にパスを投じましたがしかしコントロール乱れまして不成功となっています。ダウン一つ変わりましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10ボールオン自陣32ヤード。さあ今度はランプレーを投じました。ハンドオフしましてラニワク16番密集点に突入、相手タックル殺到する中しかし2ヤード獲得になっております。託されましたキャリアは16番の下本でした。鳥取大学出身のプレイヤーです。さあ三重サードン8ここでトラブル発生しました。クォーターバックにスナップされましたがクォーターバックこのボールをジャッグルしました。なんとか抑えましたがこの時膝をつきここでプレー終了となっております。結果的に約4ヤードほどロスしてフォースダウンに変わります。非常に高度なハンドリングを求めるケースがありますアメリカンフットボールですが最初の起点でありますセンターラインマンからバックスに渡すスナップ
エクステンジといったアクション、これらも非常に重要なスキルになっております。三重ファイヤーバードフォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。このパント若干シャンクした格好になりまして、左サイドライン側を割りました。結果、三重は自陣脱することできず、自陣46ヤード付近で攻撃を譲渡し、結果琉球は相手陣に入ったところから攻撃を得ます。攻撃権変わりまして、琉球ガーデンライオンズのオフェンスに変わります。さあ有利な位置から攻撃を展開することができました琉球。相手陣46ヤードからのファーストダウン10。琉球今度はドロープレーを展開しました。ドロープレーはランパスに見せかけ、遅い展開を行いますパスフェイクのランです。これを託したランニングバック3番、その絶妙のタイミングで中央切れ込みまして、約7ヤードのゲインを果たしております。キャリアとなりましたのは3番の池口です。日本大学出身のプレイヤーです。校名を聞きますと、いわゆる名門校であるフェニックスを連想しますが、彼は歯学部出身です。したがいまして、大学時代は学生の体育会系のフットボールは経験していないということでした。しかしこの X で活躍しております。さあ再びその3番が持ちました。ナイスラン、ファースター。ここで再びランニングバック3番にドロープレーを展開させました。同じく相手のディフェンスを見ながら絶妙なコース取りをしまして、攻撃権更新になっております。ここで第1クォーター終了となっております。第1クォーター終わりまして、琉球ガーデンライオンズ14点、三重ファイヤーバード0点。攻守双方向きを変えまして、これより第2クォーターに移ります。